どうも皆さん、こんにちは。ハンドスターター。めっちゃドローして外役、リュウです。さあ、今日はですね、新しく X セイバーデッキを組んでまいりました。最新パックでね、X セイバーがいくつか強化されましたんで、まあ、ちょっと最新弾を使って、X セイバーやっていきましょう。X セイバーってどういうデッキかっていうと、まあ、簡単に言うと、なんか豪気デッキのちょっと介護感みたいなところありまして、ビートダウン系のデッキですね。で、シンクロ召喚が結構まあ得意っちゃ得意なので、三軸、昔この三軸シンクロデッキって結構流行ったの覚えてますかね。なんかフォトンワイバーンとか書いてたやつ、あれの感じでこのウィールダートラッカー入れて、あとはこの333のこいつらをまあ活用させて、まあ、一応1個4入ってるけど、こういうやつらを活躍させて、一応6シンクロ、まあ、もしくは9シンクロ、まあ、たまに7シンクロですけど、まあ、そんな感じで戦っていくテーマとなっております。で、ちょっと打点がですね、レックステイバーたちがちょっと不安があるので、コスミックサイクルをぶち飛ばした後で、動かざること、地のことしっていうね、このガイアパワーっていう、これ、持続性モンスターの打点が500アップするっていうか、なんか本当、なんか、ふざけてるスキルなんですけども、これを、発動して500打点アップするっていう、今回は、構築にしてきました。でね、もちろん今まで既存通りに戦っていくのであれば、結構6千キロやっぱ強いので、コーラルドラゴンとか、まあ、コーラルとブリューナク出せるから一応、まあ、オニマルとか、ワンチャン出せるかなと思って、オニマルとか入れてもいいと思うんだけど、今回は、これが強いです。非常に。セイバーホールっていう、これね、カウンタートラップなんだけど、神線打てんだよね。簡単に言うと、その自分または相手がモンスターを召喚、判定召喚、特殊召喚する際に、それを無効にして破壊すると。だから、召喚無効ができます。召喚無効が。まあ、カンパみたいな感じ。王者の。めちゃくちゃ強いでしょ、これ。これめっちゃ強いんですよ。だから、シンクロ召喚とかを無効にできたりとか、まあ、単純に手札から召喚するモンスターを無効にできたりとか、だから召喚無効になってるんで、効果発動しなかったりするんですよね、相手のモンスターが。で、注意しないといけないのは、効果で特殊召喚されるようなモンスター。例えば、妖刀知らぬいとかで出てくるようなモンスターとか、効果でね。あとは、それから、なんだろうな、モンスターの融合とか、融合で出てくるモンスターとか、ああいうのは、なんだろうな、そのカードの効果が出てきてるんで、カードの効果自体を無効にしないといけないから、この効果では無効にできないみたいな、そういうのがあるので、ちょっとその辺はね、注意していただければなと思うんですけども、やっぱりですね、めちゃめちゃ強いですね、ヒュンレイは。ウィルドヒュンレイっていう、昔、これめっちゃ前にやったけどね、これ何年も前だと思うんだけども、ウィルダーを巻き込んで、ダークソウルとウィルダーで進行召喚してヒュンレイ出すと、ヒュンレイって進行召喚に成功した時に、バロン魔法トラップ3枚割れるんですよ。で、さらに、ウィルダーで相手のモンスター、破壊できるんで、これめっちゃ強いんですよ、このムーブが。で、ダークソウルがエンドフェイズにまたエクセバモンスターを回収してこれるんで、デッキから。これがね、なかなかやっぱ強いね。これ決めたいね。だから、で、エクセバボガナイトはワンキル要因として、その、ボガナイトからダークソウル出して、ダークソウルとウィルダーでシンクロみたいなことできるようにしてるんだけれども、これね、OCG だと、フォルトロールっていうのと、あとガトムズって司令官がいて、そのハンデスするやつがいるんで、無限ハンデスみたいなね、ことできるんですけども、リンクスだとそのモンスター来てないのと、枠が足んないんで、なんか、5枠もねえからよ、4枠かなんかあったらできると思うんで、確か。3枠しかないから、なんかね、やってることね、なんかね、ビートダウンしかできないんだよ。まあ、それ悲しみは背負ってんだけど、一応。これはめっちゃ強いんでね。セイバーホールのちょっと使い道、まあ、使い方、お見せしていければいいなというふうに思います。それでは早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、シンプルなハゲ、よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。ハンド、まあ、そこそこでもねえな。チューナーいねえな。チューナーが欲しい人生ではあるが、さあ、チューナーが欲しい人生ではあったが、さあ、どうでしょうか。ああ、DDOK?DDOK! てか新しく始まる、なんかイベント、デュエルカーニバルっていうやつあるじゃないですか。多分明日か明後日あたりに始まるんですけど、デュエルカーニバルって、なんかそのランク戦となんか違うことあるんですかね。いつも思うんですけど。シンプルなイベント批判して申し訳ないんですけども、あれなんかランク戦と何の違いがあるんですかね。あれなんか効率重視してワンキルデッキみんな使うだけの気がするんですけど、なんかあれ何がおもろいんだろうっていつも思いながら、なんかそのカード欲しいがためにやってるんだけど、あれ苦行じゃねえあれ。どう思いますか皆さんは。あ、来た、超強いカード来た。
超強いカード来た。超強いカード来たけども、超これあれ突破しとけばいいか、あのモンスター、あのモンスター一回突破しとく。ボガーライト召喚していく。さあ何のチェーンもないやつで、 X セイバーズ、エマージングブレード出していく。エマージングブレード出して、でチューナー何もないからシンクロできずに普通にビートダウンしていく。シンプルビートダウン来た、シンプルビートダウン来た。ですね、こっちから殴りに行って、これなんだろうな、あの癖カードね、あの癖カードなんだろう。あー攻撃反応か、なんだろうな、分断とかそっち系かな、ちょっとわかんないですけど、何も光ってなかったら多分分断かなんかですかね。分断だったら殴られ、変身ダメして変身して、エマージングブレイドを、エマージングブレイド、まあそれはいいわ、それはいい、それはもういい。300になっていく。でダメージステップで、巡っていく、巡っていって、ボガーライツを除外していく。で1900打点下げながら、エマージングブレイドだってぶっち殴っていく。でエマージングブレイド効果戦闘で破壊されると、デッキからなんか強そうなモンスター出せるぜ。ダブルセックスセイバー、フラムライト特殊召喚、おりゃー、トン、よし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 、なんか強引に突破した、謎に強引に突破していく。さあ相手の、手札は2枚で、地獄門の契約書で1枚増える、3枚だから利用できるか、さすがにハウリングライト無理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 、それ無理じゃない。セイバーホール、よし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 、セイバーホール最強だぜ。相手がモンスターを召喚、判定召喚、特殊召喚したときにな、それを無効にして破壊できる最強モンスター、召喚無効、ちなみに召喚無効にしてるから、なんか蘇生制限とかも満たせないっていう最強のカードだぜ。しかもカウントラップ、カウンタートラップだからな、何の他のカード基本的にチェーンできないからな、このカードには。さあマシン王の契約書で、マシン王の契約書からの墓地融合が飛んではくる。いいだろう、攻撃は1回私止めることができますんでね、攻撃は1回止めることができます、それはいいでしょう。ベオルフはいい、ベオルフはいい。で攻撃してきたら、フラムライトストップ、フラムライトストップ、攻撃を1回無効にできる、一生に1回な、このモンスターが表側でいる限り一生に1回無効にできるやつ。めぐったきた、めぐるかをきた。でサイコトラッカーを特殊召喚していく。さあサイコトラッカーで、これ1回どっちでもいいな、どっちでもいいけど、どっちでも勝ちやろ。破壊するか戻すかって話だな、これ戻した方がいいな、これ戻した方がいい。でフラムナイトからのトラッカーで、これで2900ブリューエンダー下していく。さあこれが X セイバーの力、ダブルセックスセイバー、氷結界の竜ブリューエンダーの効果、相手のモンスター一体手札に戻す。バトル対戦ありがとうございました。勘違いしないでくださいね、セイバーホールが強いんですよこのデッキは、決してブリューエンダーが強いわけじゃないから。さあお相手の方、闇マリキ選手をよろしくお願いします。デュエル3倍。闇マリキ選手か、闇マリキ選手ね、闇マリキ選手なんだろう、ちょっとめんどくさそうなデッキの匂いしかしねえな。ボガナイトから行った方がいいのかな、これボガナイトから行くのか、これ本当にこれ一回エマージングブレードじゃないか、ちょっと2体をリリースされてなんかラバゴーレムとかいきなり出されたらちょっとめんどくさいしね。それはそれで、いやラバゴのあのあれだしね、あのデッキスリーブだしね、魂吸収、うわーだるそう、だるそうな匂いしてきた、だるそう、うわやばいこと起きた、やばいこと起きたけど、やばいこと起きたけど、それはなんとかなる。で、エマージングブレイドからのサイコウィルダーで、あの2枚は破壊させていただきましょう。これがね史上最強戦術なんですよ、 X セイバーの、ヒュ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 、 X セイバー、ダブルセックスセイバー、ヒュンレイをシンクロ召喚し、ヒュンレイちゃんの効果でシンクロ召喚に成功した場合、魔法トラップカードを3枚まで選択して破壊することができちゃう。はい最強で、カードを1枚セットしていく。で、ボガライト召喚していく。これでぶち殴って書いておいてある、そこまでは読んでいた、ここまでは読んでいました。これ飛んできます、ラバー&ゴーレム、ラバー&ゴーレム飛んできますか、ラバー&ゴーレム飛んできて、カイトロイドもう1枚とかいう意味わかんないことやめてくださいね。
相手もまあ言うて魂吸収を破壊できたのは結構でかいと思うけど、これなんだろうな、なんかメタファイズとかですかね。あの最初天気かなって思ったけど、あ、メタファイズだ多分。最近ちょっとなんかあの闇のゲーム多すぎて何のデッキか全然わからんっていう話ありますよね、その相手が。これはタイランとか、タイランツ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 ネフです。オーケー、トラッカーオーケー、トラッカーオーケー、オーケーでもねえな、トラッカーはオーケーでもねえな。これボカライトとかいうさモンスターがさすげえ強そうに見えてさ、あの X セイバーのシンクロ素材にしかなれないっていうバグ効果持ってるんで、これなんかブリュー、あ、ブリューなんじゃない、あのブラックローズとかなんかサイフレームとか出そうと思っても出せないんですよこのモンスター。やばいでしょ。めぐるはまだいいで、これでタイアンちゃうダイダロス出てくるで、効果でヒュンレイ除外されそうになるからここはめぐっていく、しっかりとめぐっていくで、このモンスターのちょっと打点を下げて、下げながらシンプルにサイコトラッカーを召喚していく。さあサイコトラッカーはアタッカーサイコトラッカーはアタッカー。カイトロイド、カイトロイド回収されるのめんどくせえな、カイトロイド回収されるのクソめんどくせえな。もうしょうがないか、しゃあないよな。でもクソほどめんどくせえぞこれ。うわ、カイトロイド回収ダリー、これダリーマジでダリー。でも X セイバー、ダブルセックスセイバーは返ってくる。さあ帰ってこい、よし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 、オッケー。今んところ頑張ってはいる、頑張ってはいる。2300でしょ、相手ハンド3枚、ハンド3枚でダイヤ使っちゃった。やべえカード来た、やばすぎるカード来た、やばいやつ来た。ちょっとマジで強い、それ今一番強い、それ今この盤面で今一番強いやん、そのカード。やば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 、いったいって、いって、ちょっとシンクロ、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 チューナ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 頼む、チューナ、チューナ頼む。あー、殴るしかないか。メタダイダラス、オッケー。ダイダラスは何かしらのカードを除外することができる、何かしらのカードを除外することができるが、もうこれめくっていくしかないじゃない、だからこれもう殴っていくしかないじゃない、これもう、これも行くしかないでしょ。これでダメ捨てでサイコトラッカーを強引に除外して、で強引に打点下げて殴っていく。オーケー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 、で戻ってきて、で闇のゲームで俺は結構のダメージを、これでオッケー、これで動かざること地のことしっていう最強スキルが発動できるようにはなった。さあ相手のライフポイントあと1050、頑張れ頑張れ、名前わかんないけどお前、名前わからん、お前頑張れ。メタファイズオッケー、アッシンはオッケー、アッシンはマジで除外、アッシン、そこはいい、そこはいい。で効果発動除外、効果発動、計画が狂いましたね。コズミックサイクロンの効果を発動、アッシンメタファイズをゲームから除外していく。さあメタファイズモンスターを除外する手段はあるんでしょうか、闇マリック選手。さあ大丈夫なんでしょうか、これで返されたら俺は泣きます、これで返されたら俺は泣く。エンドフェーズ OK で300の大ダメージを受けてエマージングブレード来た、エマージングブレードは召喚していく。さあスキル発動、動かざること血のことし、バトルカイトロイド1枚で耐えれるんですかね、闇マリック選手。さあ1枚で耐えれるんですかと私は今聞いています。はい、2連打、2打目、2連打、はい勝ち、はい X セイバー強い。さあお相手の方、やばいこと起きた、やばいこと起きた、名もなきデュエリスト、モブ2名、モブミラーだ、モブミラー、モブキャラミラーなんていうことありえる、すごいこと起きたんだけど、やば、奇跡起きてるわ。これ何デッキだろう、これうわ全く分かんない、全く分かんない、多分相手も分かってないけど全く分からん。最高で出した、なるほど、まあハンドはちょっと強いな、ハンドはちょっと強いな、まあ、ダークソウル、ダークソウル、サイコイールだ、これ一回コーラルですよね、多分さすがにね、さすがにコーラルで、コーラルからまあこれ破壊されたらワンドローも入るんでね、でコーラルで、コズミック捨てて相手破壊していく、相手破壊していく、おいマーズブレードだ、やばい、これミラーか、なるほどミラー、こんなことあるんや、ミラーなんていうなんか奇跡が起きました、奇跡が起きた。でダークソウルの効果、これは中南の方がいいな、これは中南の方がいい。で
あと問題は相手がどんな、これでもすごくない、でもなんか X セイバーミラーってなかなかないよ。まあ、僕は個人的には X セイバー大好きなんでですけど、マジで使ってる人いないじゃないですか。使ってる人見たことあります？この最近俺は見たことがない。やっぱね、みんなに強いカードしか興味ないからね。俺逆に強いカードに興味ないからさ、要は破滅のなんか女神いるんだけど、やばいそれ。でも普通にそれやばいよ、それ強い先生。それ最高ミラーで処理されるよこれ。あーやばい、あーヒュンレヒュンレ強い、ヒュンレ強い。あ、でも大丈夫だ、最高ミラーだ、大丈夫だ。ウロカザリオチノコトシ、あーやばい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 。ワンドロー、ワンドロー、ワンドロー、ワンドロー入る、ワンドロー入る。あの癖がなんだ、あの癖カードなんや、あの癖カードなんや。行くしかないな、行くしかない。これヒュンレー出して相打ち取りに行くしかないな。ヒュンレー出して全部っぱして相打ち取りに行くしかないから、ヒュンレー出せねえか。フラムナイトだと打点では超えれんねえな。でもなフラムナイトからのトラッカー、フラムナイトトラッカーしていく。でセイバーホール来た、セイバーホールちょっと待って、ちょっと待って、強すぎません？ちょ、やばいやばいやばいこと起きてる、やばいことが起きてる、まさかの展開これ。うわあ！嘘だろ。でもこれはグッドボタン。